乃木坂遥の秘密は、五十嵐優作による日本のライトノベル。イラストは、シャアが担当。略称は、乃木坂。電撃文庫より2004年10月から2012年7月まで、刊行された。2018年からは続編にあたる小説、乃木坂明日夏の秘密が刊行されている。2018年2月時点で、シリーズ累計部数は200万部を突破している。 メディアミックス展開もされており、2008年より、テレビアニメ化。2009年には、第2期として、乃木坂遥の秘密ピュア・レッツアのタイトルで放送されている。2012年には完結編にあたる OVA、乃木坂遥の秘密不意ナれが4ヶ月連続でリリースされた。平凡な男子高校生である主人公が、名家のお嬢様であるクラスメイトの少女の秘密を知った。 ことで繰り広げられるラブコメディ。本編は基本的に主人公の一認証形式で進んでいく。本作を舞台にしたスピンオフ作品である脅迫ドッグ S については当該項目を参照。白木学園に通う綾瀬博とはごく普通の男子、高校生であり平凡な日々を過ごしていた。一方、同じクラスメートである乃木坂春香は容姿端麗 最色顕微な真相の霊場であり、学園のアイドルであった。特に接点があるわけではない二人であったが、ある日、ヒロトが親友の朝倉信長の代わりに、図書室に本を返却しに行った際に、遥が秋場系であることを知ってしまう。この一件から、ヒロトは自分の秘密を周囲に知られることを極端に恐れる、遥をフォローすることになり、 遥の妹のミカやメイド隊をはじめとする、乃木坂家とも交流を深めていく。そんなある日、遥は自分のドジで自分の趣味を注目にさらしてしまう。ヒロトのフォローによりことなきを得るものの、遥は、ショックのあまり学校を休んで家に閉じこもってしまう。遥が、中学時代に同様のミスを犯したことで周囲から孤立してしまい、それが深いトラウマになっていることを知ったヒロトは、 これからも彼女を支えていくことを心に決める。夏休みに入り、ヒロトとハルカはコミックマーケットに参加するなど充実した日々を過ごしていたが、ハルカの父、玄東がハルカの趣味を知ってしまう。自分の趣味に強い偏見を持つ父親に反発して家出したハルカをヒロトはかくまい、追いかけてきた玄東と退治。その場に現れたハルカの母、愛をの取りなしもあって、 はるかの趣味が家庭内でも認められるようになる。新学期を迎え、はるかの盛大な誕生パーティーを行った翌日、ヒロトたちのクラスに夏休みに、ロンドンのピアノコンクールで知り合った、ヤ宮ーナが転校してくる。親しみやすい雰囲気のシーナと、仲良くするヒロトの姿に、はるかは、無自覚ながらも、ヒロトへの恋心を募らせていくことになる。文化祭や、クリスマスパーティー、 冬込みに、初詣や温泉旅行などのイベントに加え、芸能プロダクションによる遥かのアイドル化計画や、京都の名場の実家の旅館でのトラブルが起こるが、無事に解決する。そして、北海道への修学旅行を経て、ヒロトへの思いを募らせていたシーナも、そして、ミカもヒロトに、自らの思いを告げるもかなうことはなかった。そして、ヒロトたちが3年生に進級したある日、 遥は再びクラスメートの前で自分の趣味をさらしてしまうミスを犯すが、クラスメートからもその趣味を受け入れてもらうことになる。そして二人は夏コミに向けて同人ソフトの制作を行うことになり、無事に完成して当日を迎えることになるが、そこで遥は中学時代の友人たちと再会することになる。動揺する遥だったがヒロトの支えもあり、 彼女たちと不仲になってしまったのは自分を目の敵にしていた天皇寺行月下の陰謀であることを知り和解することになる。コミケ終了後、晴れて恋仲となったヒロトと遥だったが彼らの中を引き裂くかのように遥は乃木坂家によって遊兵され天皇寺行月下の弟と結婚させられそうになる。愛をから遥が自分にとってどんな存在かを問われ、 その場で答えられずに苦悩するヒロトだったが、ミカやメイド隊シーならクラスメイトたちの後押しにより、遥かが囚われている、ハッピースプリング島へと向かう。幻動や愛をが立ちはだかるも、自らの強い思いを告げたヒロトは、乃木坂家の後継者として認められることになる。声優は全メディアミックス共通。関数のみの表記は、原作の関数を指す。 乃木坂家は代々貿易商を営む、世界規模の影響力を誇る名家。四大名家と呼ばれるもののうちの一つである。家族の名前には季節に関する文字が含まれている。乃木坂やメイド隊所属するメイドたちの間には、能力に合わせて序列があり、序列第1位から序列第10位までは、通称、乃木坂やメイド隊実決集という。なお、序列があるのは50位までで、 それ以外は、序列なしの扱いとなるが、その序列なしの中にも A から E までのランクがある。50位から11位までと上位10位は扱いが別になっており、上位10位のメイドは、辞書としての技能の他に、それぞれの専門分野を持っている。さらに、上位3位は、あらゆる技能を平均的に備えたものがつく。アニメ版やドラマ CD 版では4位以下でも先頭なら、 得意分野外のものでもある程度こなせるようである。所属するメイドはおよそ500人。入隊の競争倍率は80倍以上。また、現在は、序列第2位が決番となっている。アニメ第1期では、葉月ナバの二人が登場。アニメ第2期ではアリスをはじめ、他のメイドたちも登場している。葉月ナバアリスは、レギュラー要員として活動し、 ヒロトやハルカの行く先々でミカと共に現れることが多い。また、以下のメイドたち、実血集は、ハルカの趣味に偏見を持たずに彼女と交際し、またメイド出事親睦会で、かけがえのない大事な人たちという感謝の言葉を送ってくれたヒロトに対して深い敬意と信頼を寄せており、彼をご主人様とも思っている。メイド対実血集その他のメイド対、白木学園は、 ヒロトたちが通う私立高校。学力レベルはヒロト曰く上の下の進学校。乃木坂家は遥かの入学時に多額の寄付金を学園に支払っており、校内施設の合鍵を所有している。四大名家の一つで東の乃木坂屋に対して西の天皇寺家と並び称される。約80年の歴史を持つミッション系のお嬢様学校でミカたちが在籍している。 人気ボーカリストの姫宮ミランが所属する芸能プロダクション。アニメ第2期では遥をアイドルにしようとする、茅原の計画を知って激怒した幻動によって、事務所や CD、ポスターなど、その他諸々の権利を買い取られた。七条旅館は、京都にある老舗の旅館で、ナバの家で代々経営されている。ナナゼが現在を神を務めているが、将来は、 ナバが継ぐことが決定づけられていた。シーナをはじめとした6人前定の大家族。オタルの自宅には、なぎなた道場がある。修学旅行中に、兄弟たちに見つかったシーナは、ヒロトと共に一時帰省することになる。アニメでは登場はしなかったものの、シーナの部屋に、家族全員が写った写真がある。実在の人物以下は、本作の劇中劇に登場するキャラクターである。 ハニカミトライアングルハルカが好きな作品でイノセントスマイルの創刊時から掲載。同名の原作者のイガラシの別作品ハニカミトライアングルとは無関係。アニメではドジ娘アキちゃんというタイトルで第一期から登場。変身魔法少女アニメというアニメ独自の設定も存在する。ノクターンを女学院ラクロス部ハルカが好きな作品の一つ。作中で アニメ化されており、ヒロトがミランにアフレコ現場に連れて行かれている。ハルカたちが双葉女学院でのラクロス部の指導の際、この作品を参考に練習プランを作っている。作中では、ハルカ、ミカ、ハズキ、ナバ、シーナに酷似したキャラクターが登場している。キャストも共通しており、第9巻にそのまま声優の名前が記述されている。アニメでは、 第2期より登場。作中アニメのキャラデザインは、相沢正宏が担当。ドラマ CD のオーディオドラマでは、ヒロトによく似た、勇気やアリスによく似た後輩のアリアスが登場している。ゲーム、乃木坂遥の秘密コスプレ、始めました。及び、乃木坂遥の秘密度認識始めましたに登場する、オリジナルキャラクター。 2008年3月まではメディアワークス、2008年4月からはアスキーメディアワークス館、全4巻、アニメの第1期に相当する部分をコミカライズしている。信長やメイド隊に関する一部の話はカットされ、また原作と異なり文化祭までで物語を完結させている。また、電撃文庫とは全く無関係のセーバーなどのコスプレをしている人が現れたり、 アニメの知識が疎いはずのヒロトが遥かのコスプレをする、際、ドリームクラブや、初音ミクの格好を想像したり、文化祭の出し物や展開が、魔法先生ネギマを真似ている。2007年10月27日より、電撃大賞内にて、全4回のラジオドラマが放送された。2008年3月10日、新録を含めた、CD、乃木坂遥かの秘密が発売された。 放送された話に改編を加えた2話と新作1話を収録。限定通販された初回文には、乃木坂大明神、葉月さんの特性を見くじ、書き下ろし小説、桜坂葉月の秘密等の特典が付属された。2008年4月11日から2010年4月30日まで、乃木坂美香のマイフエアレーリオ、と、乃木坂美香のマイフエアレーリオ、ネックスと、 アニメ公式サイトから配信されたパーソナリティは後藤舞とニセ丸放送するつぼねのうち関東地区の3局では事前特番としてオンエア直前乃木坂遥かの秘密の秘密が放映された番組紹介や担当声優によるトークビデオコメントのほかロンドローブ2008で披露されたひめミランとチョコレートロッカーズやエヌズのライブの 模様も紹介された。なお、制作局の読売テレビでは放送されなかった。第1期 DVD2008 年9月より、毎月1巻、ジェネオンエンターテインメントから発売された。全巻共通以下は、該当館のみの特典第1期ブルーレイボックス2009年9月26日に、ジェネオンユニバーサルエンターテインメントから発売された。品番は、うきさ -1037。10 SD 映像のリマスター版。DVD 版のオーディオコメンタリーや、声優関連映像は収録されていない。第1期ブルーレイボックス価格改定版2012年8月29日に、ジェネオンユニバーサルエンターテインメントから発売された。品版はンキサ、うきさ -1042。SD 映像のリマスター版。DVD 版のオーディオコメンタリーや、 声優関連映像も収録されている。第2期 DVD ブルーレイ2009年12月より、毎月1巻、ゼネオンユニバーサルエンターテイメントから発売された。全巻共通以下は、該当館のみの特典、第2期ブルーレイボックス2012年9月26日に、ゼネオンユニバーサルエンターテイメントから発売された。品番は、うきさ -1043。10 それぞれアニメ版、第1期主題歌シングル CD に、カップリング曲として収録されている。この記事は、以下のカテゴリーでも参照できます。乃木坂遥の秘密コスプレ、はじめましたに関するカテゴリー、乃木坂遥の秘密度認識はじめましたに関するカテゴリー、乃木坂遥の秘密ピュアレッツアに関するカテゴリー、乃木坂遥の秘密不意慣れに関するカテゴリー。ありがとうございます。